こんにちは、ピオ先生の小薬学講座です。今回はユリ根についてお話しいたします。ユリ根は焼いても揚げても煮物にしても美味しいですよね。ユリ根は小薬学では白毫といい、美観、肝の性質を持ち、純肺、死骸、精神安神の効能があります。では一つずつ解説していきます。まずは純肺死骸から。純肺死骸は肺を潤すことで乾いた咳を止めることを言います。つまりユリ根には咳止めや喉の渇きに効果があります。このユリ根はユリの花の根ですが、文字にも現れていますように根っこの形が鱗片が重なり合っていることから、ユリの字が当てられたと言われています。ただユリの根は実際には根ではなく鱗形と呼ばれ、地下茎についた葉が変形したものです。肺が膨らむことによって気道を通って肺胞の中に入ってきた酸素は肺胞の粘膜に溶け込んで血液の中に入り、赤血球と結びつくことで全身を巡っていきます。さらに血流に運ばれてきた二酸化炭素が肺胞へと放出されて外部に出ていくことで行われています。この酸素を取り込んで全身へと配り、二酸化炭素を外部へと放出する働きが呼吸です。呼吸によって酸素と二酸化炭素の交換がきちんと行われていて、体に吸収された酸素が全身にきちんと配られていれば健康を維持することができます。しかしこの流れが何らかの理由で邪魔され、逆流すると一気に出口に向かい咳になります。先ほども言いましたが、呼吸によって入ってきた酸素は肺胞にある血管へと溶け込んでから血液中の赤血球と結びついて運ばれていきます。そのため酸素や二酸化炭素が肺胞と静脈の間を移動するためには、肺胞にある液体に一度溶け込みますので、ここが適度に潤っている必要があります。しかし肺胞周辺が乾燥していると入ってきた酸素が溶け込むことができなくなり、そこで充満してしまうことになります。ユリ根は肺や喉など体の表層部位に潤いを供給して熱を冷ますことで、不足している体液を補充してくれますので、乾いた咳や喉の改善に役立ってくれます。また体の表層を潤す働きは肌にも潤いを与えてくれますので、肌が乾燥するなどの肌荒れの症状にも効果が期待できます。続いて精神安神。精神安神とは、脳にこもっている熱を冷ますことで精神的な働きを安定させることを言います。つまりユリ根には不眠や不安感の改善に効果があります。東洋医学では精神活動を調整している働きを心機と言い、その心機の機能が正常で気血も満ち盛んに巡っていれば、意識ははっきりとして思考も穏やかで頭の回転も良くなっていると考えます。これは大脳の働きと関係が深いと考えられ、記憶、判断力、言語機能、運動に対する指令など物事を考えたり決めたりする機能ですので、外部から入ってくる情報に対して知的に処理して、その指令を体全体に与える働きを担っています。つまり心機は体全体を支配する王様のような働きをしていますので、常に活動することを求められています。そのため精神活動に関わる心機が不具合を起こすと、働きが行き過ぎてしまい、穏やかに落ち着いた精神状態を保つことが難しくなります。ユリ根は心機の働きを、熱を少し冷ましながら潤いを補充することで働きを穏やかにしてくれますので、心の潤いが不足して熱が過剰になったことによる過剰な精神活動を安定させるのを助けてくれます。情緒が安定するため不安、不眠、抑うつなどの症状が改善します。またユリ根にはカルシウムやリンが含まれています。カルシウムが不足するとイライラすると言われていましたが、これは現代の栄養学的にはあまり根拠のないことのようです。
しかし東洋医学ではカルシウムを主成分とする生薬など重い性質を持つ生薬類には興奮した気を鎮めて落ち着かせる働きがあると考えています。ですのでユリ根によりカルシウムやリンが補給されることで骨が丈夫になるだけでなく心を穏やかにしてくれるのかもしれません。ちなみにユリ根にはグルコマンナンという食物繊維の一種が含まれています。グルコマンナンは胃腸の調子を整えて便秘を解消してくれますし胆汁を吸着して排出することによりコレステロールを下げる働きもあります。このようにとても役に立つユリ根ですが注意が必要なこともあります。体を冷やして潤いを補充しますので下痢や軟便の際には控えめにしましょう。また咳を治すとは言っても乾燥でやや熱を帯びている場合が適用ですので体が冷えている場合や水分が過剰な場合の咳や喉の痛みなどの場合には注意が必要です。では今日の講座のまとめです。ユリ根は乾燥による咳や喉の痛み不眠や不安の解消に効果があります。ただし冷えやむくみが原因の咳や喉の痛み下痢には注意が必要です。今回はユリ根についてお話ししました。ではまた。